三重県の施設のパソコンがウイルスに感染し個人情報流出の恐れです三重県聴覚障害者支援センターによりますと今月12日、女性職員がパソコンでインターネットのサイトを見ていたところトロイの木馬に感染したという文言とともに電話番号などが画面に表示されました女性職員は電話をかけて片言の日本語で話す男の指示通りにパソコンを操作し 遠隔操作が可能となるウイルスがインストールされてしまったということですパソコンには利用者など1212人分の個人情報が保存されたハードディスクが接続されていてセンターは情報漏洩の有無などを調べています